今週の狙いまでーす、はい。今週は、ね、日曜日東京でジャパンカップが行われます。本当今回要は北サンブラックと、まあ、レイレオロサムサイカのレイレオロとの対決っていうのが注目になると思うんですけど、うん、ハンさん、まあ、今のところの本命というか注目してるのはやっぱりあの馬ですね。北サンブラックですね。連覇を狙う、ね、天皇賞の時、ね、時は、宝塚記念の、ね、敗戦が何だったのかと、うん、皆さん分からず評価を下げる方もいらっしゃいましたけど、終わってみればね、いや本当強い内容でしたね。スタートだけでちょっとゲートの中でガタガタして、タイミング合わず後ろからになりましたけど、まあ、ね、ちょっと馬場の悪いインをね、みんな避けて通るインをスルスルスルっと上げてきて、うん、4コーナーではねもう2番手に来て、うん、ここからロングスパートでね強い里のクラウンの追撃を封じるんですから、うん、まあ、この馬はね1枚抜けてるかなと、うんうん、まあ、あとだから 2000m でね2分 8秒3というとてつもなく遅い時計だったので、うん、それだけでタクな競馬だったというのは、分かりますから、うん、その状態時代ですね。そうなんですよね、うん、そこだけが鍵、うん、まあ、最終追い切りを見て判断しますけど、うん、まあ、今のところはもう北サンブラックで仕方がないかなと思ってます。うん、僕も本当北サンブラックに関しては本当天皇賞の時取材行って、まあ、ただ今回よりも天皇賞の時よりもジャパンカップかなっていう印象を受けて、実際この馬叩き2000目って負けたことがないから、そういったところで楽しみな部分はあるんですけど、まあ、やっぱ本当前走でおそらくもう天皇賞春ぐらい走ったんじゃないかっていうぐらいのタフな状態で走った後なんで、ちょっと気になる部分があって、今回はちょっと今のところレイディオロに注目しますね。まあ、本当サンサイバーダービー制したのサンサイバーのトップの馬ですし、本当、まあ、前走の神戸新聞杯も完勝という内容で、まあ、実際今、まあ、先週のマイルチャンピオンシップもその前のエリザベス女王杯もそうですけど、まあ、あのスワンステークスのサングレーザーがずっと毎週3歳勢が重賞勝ってますし、まあ、今回このその3歳勢の中のトップの馬がどれだけやれるのかっていう楽しみもありますね。そうですね、ダービーで負かしたのがね、この間アルゼンチン勝ったスワブ・リチャード で、うん、で神戸新聞杯で負かしたのが奇跡ですからね、うん、このね年長馬相手に、ね、通用しても不思議はないかなという、まあ、あとはコバのトップ勢って言ったらやっぱり里のクラウンも見逃せないと思うんですけど ね、本当前走、まあ、北サンブラックに唯一食い下がった馬ですし、まあ、2400m っていう距離は何しろやっぱりベストだと思いますし、まあ、そのあたり今回はまたあのただ北サンブラック相手にどういう走りを見せるのかっていう、混合バーズのね G1 初勝利を挙げた距離ですからね、うん、ダービーではねあのドゥラメンテの3着ですから、うん、コース側にも距離も問題ないと、うん、なんか逆転候補かなとはね、まあ、正直本当上位この3頭がっていうところな気がしますね、はい、あとソウルスタリングどうですか。いや僕も正直気になります。もうちょっと今回もまだ見直してもいいかなっていう気がしますね。やっぱ落ち着いてさえ走れればオークスの時みたいにこの舞台でも東京の広いコース合いますし、そのあたりはまた今回状態的にもしっかり作ってくるでしょうから、まあ、そのあたりはまた見直したい部分ですね。また金量ね、53キロというのも魅力ですね、はい、まあ、あとやっぱ5番の中ではシュバルグラン、天皇賞春2着で強い競馬してますし、去年3着か、まあ、去年3着で、あとはあれ、ね、サウンズオーバーズ、去年、ね、ミリコさんがすごく悔しがってて、まあ、今年は田辺さんですけど、そうですね、前走の敗因がね、よく分かりませんけど、いつ巻き返してもおかしくない、うん、力がある馬なんで重賞勝ってませんけど、そうです、ね、人気落ちだったらねちょっと印は回したいなと。ただ6歳っていうのがネックで、本当日本馬って過去30年で一緒に1着1回なん で、ちょっとそこだけ僕は気になってますね。まああとは本当若引きであったりレインボーラインであったり、うん、そのあたり G1 で高走歴のある馬あたりもやっぱ気になりますね、うん、あと外国馬ね4頭参戦しますけど、ちょっとまあ、ね、格下感は否めないなと思いますけど、ドイツのねギニョールですか、この馬がどう先行争いで、うん、自分の競馬ね、ってのは作れるタイプで、うん、去年ね7着の今年も参戦してリキートスに7回走って5回先着してて、まあ、こっちの方が格上なん で自分で競馬作れるっていう強みもあるんで、まあ、これ外国馬の中だったらこの1頭かなと思いますけど、そうですかね、うん、まあ、あと今週は京都の方で土日に京阪杯と、うん、
京都2歳ステークスがあります、うん、京都2歳ステークスが土曜日で京阪杯が、ね、ジャパンカップの終わった後の京都中2レースで行われると、うんね、京都2歳ステークスはね、ホープステークスに年末の今年から G1 昇格したレースにつながるレースなんで、こちらの方も必見かなと思います、はい、今週は、以上です。